久保さん、確かにですね34手放しましたけどドラマ続いてますねそうドラマは続いてるんですよ <laughs> 続いてるからこそあのいくらでもずっと話せるってことですねだから結局その思い出ってあるじゃないですか思い出って続いてますよね人生の中で <laughs> どうですか思い出って昔こんなことあったよねっていうのは 昔あったから今はないから話さないというかなんかねあのああこんなとここんな時あったんだなとかねあの時あったんだなとかねアルバム見てね思いにふけるというかねまあそれも一つのねまあ今もうその思い出はないんだけどあんまあ今今と昔は違うけど今にその思い出が今の物語に生きるってことですね思い出話で盛り上がるっていうね,ねよくあるじゃないですか 同窓会とかね。思い出話しかないですね、多分。<laughs> うん。でも、その思い出がなければ、同窓会で、今何してる今何してる今どうなの今っていう話し,しかなんないですよね。でも、ほとんどが同窓会は、昔こうだったよねどうだったお前、昔あは髪の毛あったのもハゲてるなとかね <laughs>。だから、まあ、続いてるんですよね。うん。そう。なんだけども、あの、 つあの、未来、だから、えっと、未来と現在、あ、ん過去と現在と未来は全部同居してるんですよ。例えば、未来も今起こってないけど、夢、ああ、こうなりたいなっていうのは、今はそうなってないけど、こうなりたいわけですよね。夢とか目標。でも、それはまだ達成してない。だけど、つながってるわけですよ。過去もそうです。終わったことだけど、昔こんなことあったよね、と。例えば、 昔こんなこんだけ頑張ったからもう一回頑張れるとかね俺は昔こんなに耐えたんだもっと頑張れるはずつながってますよね <laughs> でも未来こんな夢こうなりたい金持ちになりたいでも今貧乏ですだけど金持ちになりよ,よし頑張ろうつながってますよね <laughs> だからそれをどうつなげていくのかどう自分のこの なんすかね、プ,ラプラスにななげてていいいくののかかっていうのは大事じゃないですかただ未来も過去もマイナスにつなげるんだったら同居していてそれをマイナスにつなげるんだったらああどうせ未来も日本はダメだなとかね私昔もダメだったからどうせやっても無理だなってなればずっと変わらないでしょうねだから未来過去と未来をうまくプラスに変えるんだったらどんどん変わりますまあ価値観も。 性格も、性格も変えられますよ。全部変えられる。まあ、変えられないものってあんまもうないんじゃないですか。ね、昔はね、美容整形とかもなかったですけど、美容整形もできますからね。そう。そうレベゼン地球さん美容整形したの結構良かったですけど、ね、かっこよくなりましたね。<laughs> すごいなっていう。 なんか、なんか団子バナっていうね、ニンニクバナだったかななんかすげえ結構言われてたらしいんですけど、今、シュッとなってね、かっこ目もピラッとなってね、かっこよくなってますね。うん。だからまあ、ぶっちゃけ、まあそれもね、賛否いろいろあります。なんか親からもらった体を傷つけるとかっていう価値観もあるでしょうね。そんな美容整形なんて親からもらった体を傷つけてダメだろうみたいなご意見とか、なんかあると思うんですけど。じゃあ、 料理で、料理で、まあ確かにね、料理は美味しかったとしても、汚い皿だったりとかね、汚い店内よりかは綺麗なね、あなたは素晴らしいものなんですよ。あなた自身は素晴らしい。なんだけども、えっ、ー、と、料理もうまいと。だけど、汚い皿に盛るのか盛らないのか、綺麗な皿に盛った方が美味しそうに見えるじゃないですか <laughs>。 だからその美容整形も別に内面がな内面が何すかねその美味しくなくな,ならなければいいんじゃないですか、うん、じゃあ外見,をき外見を美容整形したからといって外見が変わあの内面が変わってね何すかねわ悪人にな,なるんだったらそれはあんま良くないですけどその美容整形と悪人になるかって別に関係ないですよね <laughs> どうすか <laughs> だからいいんじゃないかなとは僕は思いますけど でもそれは僕もビジネスをしていて昔はまあそういう価値観もありましたね美容制御はどうなのかなみたいな、うん、でもビジネスを勉強していく上で新しい価値観であ別に悪くないなと、ね、否定もしないし肯定もしないし悪くないなと別にやりたい人はやればいいんじゃないかっていうような考え方に、ね、だから否定ではなく受け入れて受け入れた中で俺はやらんけども 僕は美容整形やらんけどもあのなあ別にいいんじゃないっていう形になりましたよねこれは価値観の変動ですね、うん、受け入れられるようになったっていうだからまあ速可塾でもね受信力ってあると思うんですけど価値観って何なのかっていうと多分ね多種多様の価値観を受け入れられるか受け入れられないかっていうのが結構本質的なとこなんじゃないかなと思うんですよで受け入れ で受け入れて変化させるのか変化させないのか自分自身なんだけどもまず受け入れる受信しなければそもそも変化もクソもない弾いちゃってるからね自分の価値観で固まって弾いちゃってるんでもうそれ以上になんないんですようんだからまあそんな感じじゃないですかねだか道しるべがあってその道に行くか行かないかはその道を受け入れるか受け入れないかうん。だその道は間違ってるなのか A がねその道は間違ってるなのか B はあそういう道もあるんだじゃあ行ってみようなのかあそういう価値観もあるんだなるほどなまあこう受け入れる感じですよねで最後はあそういう道もあるんだでも待てよ、うんあ確かにそっちの道もいいないやでもうん俺はこっちの道だなと受け入れつつも考えて自分はこうだみたいな話ですねうんこの3パターンかなっていうところですね 一番良くないのはやっぱ弾くっていうのは良くないですね。うん。あんまりうまくいかないと思います。まあ、うまくいってる人だったらいいんですけどね。そう。生まれもっ,った価値観、生まれ持ったその考え方で成功している。まあ、自分の自己実現しているんだったらまあ別にいいじゃないですか。もうそれで。目的を達成してるわけですからね。ただ、目的を達成できていない。今の価値観だったり、今の考え方で自分の目的を達成していないんであるならば、 まあそれは新しいものを入れないと難しいですよね。はい。いってらっしゃい。